700ナイス押してよ、もうお願いします押してくださいいいですか舌た,たらずなだけで、多分病気じゃないです。マンション名移してたようーん。だひどいな、相沢さんも。ゴミカスだね,ね。他人に迷惑かけられて集団いじめって言ってるのに、政治の家のマンションを晒すなんて。 えー、非道でしかないじゃん内臓さん反省してくださいねうんえっせいじに電話するかじゃあまあでもせいさん忙しいでしょうざくない俺が何回も電話してたらうんいやせいちゃんに電話したらざ邪魔じゃないかな俺 うざいよね俺が出ましたら情報屋 Z から来たからね LINE ちょっと電話するわ 忙しいわあー <noise> お風呂入ってお風呂 <noise> ってことですね700ナイスいいですか、ね、くっそ寝てたか寝てるというかあ、あ、来てる来てるあ、待ってセイジから同じ風に電話来てたわ すれ違いだ。あ。せいさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。あのせいさん、ちょっと聞いたんですけど。はい、昨日。うん、ストーカー被害にあったって、聞いたの、本当ですか。そうなんですよ。え、あの名前は。聞いてないんですけど。うん、え、誰にストーカー、配信者ですか。リスナーですか。 勘違い配信者ですタレントタ,勘違いタレント配信者タレンはい、うん、え誰なんすタレントさんっすねタレントさんえ。事務所入ってるってことですか入ってますねへえー、その方はなんで昨日せい<お>さんの家に行ったんすいや多分僕の家に来ても歓迎されると思ったんじゃないですかあその方イベント出てたと いやーどうなんすかねイベントは出てないと思うんですけどリス・ワンとかじゃないですかああい閲覧を稼ぐためにうん多分、まあ、それひどいっすねめちゃくちゃうんせいさんもだってあの自分の家をもなんかマンション面もさらされたっていうそうなんですよ<何>、まあ、わざとじゃないんですけどはいはいはいなんかまあ、バーチャル背景にしてたんですけど、ええ、あのー、切れちゃったんですよねそこの部分だけパッてそうなんですよずっちゃって え,ー、えでも約束してないですよねってないです約束してない状態で家の下のマンションまで来てバーチャル背景って普通に迷惑じゃないですだいぶ迷惑でもう住所バレちゃっててえー、外出らんないんですよはい、はい、今住所バレちゃったから、うん、外出らんないですよね出待ちとか行ったら怖いじゃないですかいや出待ちの班も怖いけれど一番怖いのはユイカさん殺した犯人だよねそう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  のことを殺すかもしれう俺もアンチ多いから怖いんすよね外出るのがだからじゃあさんこれちょっとどうすんの対応として外出れないじゃんそうなんですよだからもう引きこもりですよね今日も家出れないってこと出れないですそったろいや俺もそうて友達から友達からどん兵衛もらったんでそれ食るしかないですね ドンベイのストックはあと8個ぐらいです、ね、あ結構あるねもうそれで取らなくてうんはいいやでも本当ににちなみに名前聞いてもいいですか、はい、その配信者のああのその人ですかはいタレントさんの名前あ、まあ、一応実名出すのはよくないと思うんですけど、はい、一応誰なのか聞いておきたいなと思って藍沢浩輝です相沢浩輝さん チャリザワ。はい。あ、サリザワさんね。えー。チャリザワです。サリザワ。チャリザワ。チャリザワ。はい。サリザワ。チャリザワ。あー、はい、今話題の人ですね。うん、はい。あ、チャリザワ。あの、立方通行逆走して、面つけるババース。立 <laughs> 方通行何うん。<laughs> <laughs> 逆走して、睨みつければバす似てる <laughs> 今話題のツイッターの「信号で言ってたらこうかな、ええええ、顔面もに似てるっすねちょっと確かにちょっと似てる気がする、ええ、うんあの理不尽に怒ってたやつだよねはい、はい、だからチャリザーさんなんだチャリザーっすなるほど昨日チャリで来たわけではなくて歩いてラップンツェルの傘さしてきましたね <laughs> そ,うでしょそんなおしゃれな傘さしてた、はい、デ,ディズニーのディズニーのいやなんか,なんかタレント 超えてゴージャスだね、なんかね。ええ、で、セリさんはそれを受けて、まあ、家に迷惑をしていたと、ええまあ。これはストーカーされた事実だったんだね。事実。え、これなんで会わなかったのか。時間が時間ですよ。夜中の三時ですよ。三、うん、時。三時待ち伏せですよ。家の前で。ワンちゃん、それも殺されてもおかしくないよね、ねチャリ内蔵さん。え、ちなみに、なんで会わなかったの、ええ、ちなみに。 いや、だって、怖いじゃないですか、だって。うん、夜中の3時に来る人いるいや、いないね、普通に。いないでしょ。もう本当に、みんな。あもうーー化粧してだよ、あの時間に。2時ぐらいから化粧してだよ。<laughs> 2時から化粧して、気合い入れてきて、うん、ってことなの気合入れてきて。ねあの、でもよ、よく、よく考えると普通に怖いことだよ、みんな。これが、セイさんが女の子だったら、うん。普通に怖いじゃん。うん、で、相手が男だったら。警察呼ぶとこだったよ、もうちょっとね。 あ、そうなんだ。え、うん、それは配信中だったの配信中、お互い。わ、えー、狙い、じゃあ、狙い撃ちだ。配信中。怖いよ。いやー、マジかよ、誠司さん。うん。手作りの牛丼とシャウ,ウエッサンを持ってきてたんだ、怖すぎる。あそうみたいです。えー、じゃあ。シャウエッサンが自分で買えるからね。まあ、確かに。あと、あの、リリーさんっていうのは、近所に住んでて、うんうん、すぐ持ってきてくれるからね。 ご近所さんの付き合いもあるから,あらそう、ご近所の付き合いあるから、うん、ママ持ってきたやつったら持ってきてくれるから、うん、別にね、うん、あのチャリザーさんに頼まなくてもだから間にてて間に入ってこないでっていうね差し込みでそううちにはリリーママがいるのに相澤ママチャリザーママはいらないよってことか、ね、いらないいらない、うん、えじゃあ今後この先もいらないってことでいいのかな 大丈夫でもね、せいさん、今日ね、J クールさんの放送見たら、<え>あー違うか、あの、あいさんの放送がちょっとどっちか忘れたけど、せい<え>さん、私のこと好きなのよ、みたいなこと言って,て。<ー>だから、まだ好きという、その、部分、抜けてないね。マジかよ。せいさん、ほ、惚れさせちゃダメでしょ。うん、モテるな。罪の男だよ、これ。えー、やめなね、これ。せい、えー、さん、すいません、長々と電話しかして。えー もう、せいさん、僕もう終わろうと思うんですよ。ええ、もう。いや、でもちょっと、あの、昨日で結構またアンチついたと思うんですよ。ええアンチがね。そんなことないですちょっと、あの、人気のバロメーター、ちょっと測りたいんでいいですかいつもの。ええ。ちょっと言いたい。今、500、600、だね。600です今、600。いいですか、皆さん。どれぐらい嫌われてるのか、アンチがいるのか。ええ分 1> 前、1700ナイスだったもんね。ええー、ええ<で>、いいですか,かどれぐらいランチがついたのかなもう4回ぐらいやってるがさすがにないでしょ、これ。さすがに、さすがにないと思う。えー、それでは、えー、えー、相沢幸喜さんがそうそう苦手な方、右下ナイス全力でお願いしますいやー、これ増えないだろ、これ。ええー、あ、音が聞こえるわ。バック。<laughs> ば、バック BGM 来てる、これ。お願いします。ね、そんな増えたりしないよ、これ。だええ。嘘だろう。まじかよ。瞬きしたら、四百ナイス増えてるよ。どっちきた、その子、褒めるんだ。ええ。ええ、嘘だろ。チートすぎるだろ、これ。 5000人いるんだよ。うん。俺、ナイス700くださいって、へしこいてやってたのに。うん。こんな、うわ、花火ファンタスティックファンタスティック聖司さん、うん、うわ、これ聖司さんさ、うん、相沢さんのナイスと、花火ば飛んじゃうよ、これ。うん、セットで魔法の言葉すぎるでしょ、うん、これ。ファンタスティック嫌られすぎだろ、これ。君が君が君が、今日のアラブ石を大発 今夜が君がトップうんうるっキアどっちす,すーっごくうーわー健全だね、健在だね。すごいね。相変わらず、切られてるわ。600でしょだからうほぼそんなに切れだね。入れられないでしょうーん。ここまで切られてたら。逆に人気なのかねうん。人気なのかこれ。せいさんも昔ね、 嫌われる部分あるじゃんだから、同じ気持ちっていうのは、あるありますね。あ,あそこは。でも、そんな気持ちがあるにもかかわらず、<っ>相沢さんのことは、もう、なんて言うんだろう。<っ>いやいや、いいかなっていう。そうですね。それほどのものなってことだね。ちょっとでも、配信者って、これ、嫉妬してる人いるんじゃないですか